はい、どうもゆきおでございます。それともゆきおとワインをやっていきましょう。ワインはこちら。はいはい、かわいいねかわいい羽だね。こちらは、フランスのロワールのワインでございます。ル・レザン・ア・プリムという作りで、ル・レザン・ア・プリムかな。はい、で、何年、2018年だっけ、ちょっと18年だと思います。そしてなんと、ブドウがアブリューっていうブドウを使ったアブーっていうワインだね。ちょっともう何言ってるかよく分かんなくなってきてるけどあのね、ブドウ品種アブリューっていうブドウ品種があって、でそれで作った 100% のね、あのそれ 100% のアブリュー 100% のワインなんだけど、ただ楽しいな、なんかアブリューってブドウ俺もよく知らなくてさ、ちょっと調べたんだけどなんかいまいち分かってなくて、一回ね、昔南西地方っていうね、シュドゥウエストっていうフランスの中でね、ちょっとまあボルドーの南ぐらいにあって、あのフレンチバスクに近いらへんの地域のアブリューのワインを飲んだことがあったんだけど、これはねロワールなんだよね。だから産地が結構違ってもなんか品種として育ててるブドウなのかなと思って、でも多分そんな全然有名なブドウじゃないからどういう特徴かいまいちわかんないんだけどまあちょっとこれをなんか飲んでみたいなと思って、でこれはね、この前なんかちょっと SNS とかでちょっと見かけて気になってたワインで飲んでみようかなっていうことでやっていこうと思います。ちょっと作っていまいちわかってないんですよ。まあロワールのアンジューっていう地区だね。アンジューはロワールの、まあ、中心より少し西ぐらいかな、まあ、有名なワイン産地なんだけど、アンジューの、近くの、うどん村っていうところで誕生した新しいドメインですね。うどん村ね、うどんっていや、日本人的にうどんっていうのかなちょっとね、名前にね、反応しちゃうよね。で全然ね、なんか若いドメインらしくてね、2014年誕生したばっかりだから新しいんだよね。でこの当主の人ももともとはソムリエだったんだけど、そこからワイン作りの道に進んでった人らしくて、まあいわゆるナチュラル系の生産者のもとで修行したのかな。ロワールだとジャン・クリストフ・ガルニエさんとこと、アルザスもパトリック・メイヤー、ジェラル・シュレール、ね、まあ、超有名生産者だよね、らへんで修行してきて、まあ、他にもいろいろ修行してるな、ノエラ・モランタンとかだよね。で、故郷のブルターニュに近いところで、ロワールのアンジュで、ドメインを設立したっていうところですね。ちょっと本当に全くよくわかんない生産者のワインなのでちょっと楽しみです。逆によし、やっていこう。ゆきおとワイン。はい、色合いは濃いね、結構しっかり濃いけど紫だね、なんかこう黒紫みたいな感じのようだね。はい、ではいただきたいと思います。色が濃いね、すごい紫がすごいね、鮮やかな色だけど、どうかな。あー、野生的かな、野生的で黒果実、もう本当に野生のブラックベリーとかブラックチェリー、野生のブラックチェリーとかブラックベリー、俺食べたことないけど多分そういう感じの香り大丈夫かな。うん、でかなりちょっと獣臭さみたいなね、なんかちょっとそういった野生味があるタイプの香りかな。でそこの方にね、少しなんかまだスワリングしてない段階だとそのちょっとねワイルドな感じの香りが先に来るね。でも果実がそこにいそう、ちょっとそれに来ると、やっぱりね、すごい綺麗な果実味があるわ、ちゃんとスワリングすると出てくる。ああいいね、すごいなんかこの本当にピチピチとした若々しい果実って感じ、でも少し濃いめのね感じの香りになってる。飲んでみよう。うまい、タンニン強いね、タ
タンニン強めだね。アブリュー結構タンニンあんのかな。渋みもしっかりあるんだけど、ただ飲み心地はすごい柔らかい。でもすごい難しいな。柔らかく入ってくるんだけど、結構しっかり渋さっていうかね、タンニンはこの下のところに残ってくるので、なんかしっかりしたワインっていうイメージは、どうだろうな、でもすごい不思議な感覚。優しく入ってくるんだけど濃いっていうね、渋みが残るっていう感じ。うん、でも飲み心地はすごいいいね。うん、でもちょっとこの野生的な感じと牧場感というか、そういった感じもある。うん、でなんかもぎたてフルーツ感がね、それもしっかりスワリングすると果実も出てきて、非常にいい香り。うん、うん、いいね。うん、あ、なんかねちょっとね、なんか生ハムとかサラミとかね、でもやっぱりこう自然、すごい自然なナチュラルな作りで作ったワインだから、そういったなんかこうチーズ、生ハム、サラミのなんかこうね、そっちも結構ナチュラルに作ったタイプ。なんかこの余計な、なんかこのなんていうのかな、防腐剤じゃないけど、なんかそういうのを使ったようなタイプじゃなくて、本当に自然なまま作った、そういったシャラキトリ系とかチーズ系とかとはすごい多分相性いいと思う、これ。それでちょっとね、なんか獣臭さみたいなのあるじゃないですか、そういったなんかサラミとかってね。だからそういうのとこういうのってバッチリなんか合いそうな感じがする。いいな、そういうの合わせてみたいな。あとジビエとかいいのかな、こういうのって意外と。うん、ちょっと獣臭い感じのお肉とかね、相性良さそう。合わせてみたいね、いいね。うん、楽しい。うん、タンニンすごいね。タンニン来るね、まあ、食べ物で一緒になると結構ギシギシ結構来るね、タンニンは。うん、でも飲み心地はいいんだよね、不思議。なんだこれ、面白い。これアブリューの特徴なのかな、なんとなく。そのね、アブリューって品種の特徴も捉えたいなと思ったけど、難しいな。他も飲み比べてみるのか分かんないけど、うん、でもすごくなんか食事とね、一緒に楽しむにはいいワインなのかなとか思います。面白い。うん、よし、今日もこれでお肉です。楽しみだね。はい、ということで本日はフランスロワール地方アンジュっていう地区だね、ロワールのアンジュにある、ル・レザン・エ・プリュム、羽って意味らしいね、レザン、レザンかな、うん、うん、多分その辺かな。はい、ル・レザン・プリムのアブーっていうワインですね、2018年をご紹介いたしました。じゃあご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。ゆきでございました。それでは皆様、じゃあね、バイバイ。